うまくいってますかね。前髪が変。こんばんは。確かに寒くなりましたね。よし、集まってきたかな。皆さんお久しぶりです。久々に洗濯をしながら、ライブ配信したいと思います。そう、お風呂上がりです。今これつけてたら前髪が変な感じになっちゃった。旦那は出張中です。なのでいません。そういえば明日、コスメデコルテの特賞、高島屋、二子玉川、全然覚えてない なんだっけ。玉川、高島屋。ですよね。グランパティオ、一回グランパティオで、1時から、お昼の1時から、お昼の1時から、トークショーするので、ぜひ、遊びに来てくださいね。見えてない。そうなの、言えてないんですよ。これうるさいな。かゆい。ほぼ駅前じゃなかったかな、あれ。違ったっけな。いちごのアイスです。なんだっけ。九点目代わりで買った。いちごにさ、いちごの中に練乳があってそのまま固まってるやつ。なんかね、トークの内容はなんとなく決まってます。美容に関してのお話をすると思ってます。美味しいいちご。でも寒くなるんだよね。このいちご食べると。寒い。
そう、美容の話します、明日は。多分ですけど、こうやって皆様とお会いできる今年最後なのかな、なんて思ってます。あまりにも多すぎると整理券出るみたいな話は聞いたんですけど、でも、そんな、ちょっと告知が金で急すぎたんで、ちょっとどのぐらいの方が来てくださるかわからないので、絶対会えますとは言いづらいんですけど、でもほぼほぼ会えると思います。皆様に、なんか、いらっしゃってくだされば見れる予定なので、ぜひ来てください。明日、玉川高島屋です。二子玉川駅から徒歩2分ってさっきなんか言ってくださってる方がいたので、二子玉の駅から近いらしいです。昔、そっち方面に住んでた時はたまに行ってましたね。玉川高島屋 SC っていうのかな。玉川高島屋の1階パティオ。まあ、月村聡さん懐かしい。そう、今年も大晦日逃走中やるみたいなので、ちょっといまいち私も実は分かってないのですが。青山静香も出てくるんじゃないかななんて思っております。今日、逃走者発表されてましたよね、確かね。うん。どうなってんだろう。そう、今年はね、そうだ、もう言っていいのかわかんない。まあいいでしょう。今年はね、大晦日に、毎年恒例のドスタやってたんですけど、紅白スペシャル。今年ないみたいなんですよ。ね、その31が日曜日ですね。だから30が土曜日なんですけど、30もドスタないみたいなので、そうなんです。皆さんにお会いできる機会があんまないのと、今年はね、逃走中が最後の年末年始のお仕事になるんじゃないかなーなんて思っております。なぬーですよね。そうそうそう。私もびっくりした。今年ないらしい。びっくり。普通に奥さんみたいに家事するんですか？もちろん家事はしますよ。もちろん。かゆえ。着てる服どこのブランド？これユニバだよ。ティムだもん。もうちょっとボロボロ。何年前に買ったんだろう。こっちはジェラピケ。そう。寒い。そうね、今年年末年始ちょっとゆっくりできるかもしれない。パックしたけどまだクリーム塗ってないからかゆいのかも。ダメだよね。お財布忘れたお話聞けますか？ほんと、そんな言うて大したことないんですよ。普通に、まあ、それこそありがたいことに結婚祝いいろんな方からいただいて、それのお返しを送ろうと 郵便局に行って、いつも郵便局に行くときって、それこそ、なんて言うんですかね。メルカリの発送ぐらいなんですよ、やるの。メルカリの発送って言っていいのか ぐらいなんで、なんかこう、ちっちゃいんですけど、初めてそこで箱を買って、その箱に物を入れて、で、ガムテープ持ってくの忘れたから、お借りして、その受付のところで。で、その箱の蓋を閉めるときに、多分、受付のその台に財布やら何やらを置いて、こう、閉めてたんですね。で、これでお願いしますって言って、お金払うときも、そのお財布からじゃなくて、携帯の電子マネーで払ったんですよ。だから、
完全に財布の存在忘れてて、そのまま、多分、その机の上に財布を置いて帰っちゃって。でも、財布を使わないから、普段、財布がないことにも気づいてなくて、そこで、忘れたことも気づいてなくて、で、家に帰って、そのままだらだらテレビを見て、で、その後スーパー行ったんですけど、スーパーも電子マネーで行けちゃうから、お財布を持って出なかったんです。携帯と鍵だけ持って出て、スーパーに行って帰ってきて、で、料理とかしてて、で、スーパーで頼まれ事をしてたので、買ってきたよって言って、あ、じゃあその代金払うねって言って、その彼に お金をもらって、それを片付けようとした時に、初めて財布がないことに気づいたんですよ。やばっと思って。でもその時点で、財布を忘れてから7時間気がついていなくて、でも夜の10時も過ぎてたから、郵便局もやってなくて、で、まずいと思い、次の日の朝電話したけど全然繋がらなくて、もうしょうがないから、郵便局行ったら、あったっていう話ですね。だから、皆さん、財布の置き忘れには、気をつけてください。本当に。あ、お風呂入ってきな。そういえば、郵便局員の方もびっくりよ。あ、そう、ヴェルディ J1 行ったね。わあ、よかったよ、ほんと、なんか。ねえ、ここまで長かっただろうなーって。鹿児島もね、J2 に上がれて。私はカードタッチでスーパーにカード忘れました。わかるわかる。そうだよ、鹿児島でねっていう話したけど、鹿児島の市長がね、見に行ったっていうのもなんかニュースになってて面白かったな。本当日本で良かったですよ。なんか1円も変わってなかった、何も取られてなかったし、変わってなかったし。まあ多分、ね、机の上に置いてたから職員さんが見つけてくださったんだろうなとは思うんですけど。そう。よかった。わー、ガソリンスタンドは辛いね。見つからなかったんだ。大変だ。これ普通に玄米緑茶。あったかいお茶だよ。ちょっと見せらんないよ。もう財布忘れるとか何かを忘れて帰るとか初めてのことすぎてびっくりした。マグカップもユニバですよ。ユニバ。新しいね、マグカップで焼酎って。携帯 ATM。 携帯も大変だよね、なくしちゃうと。携帯なくしたけど交番に届いてた。本当にすごいと思う。私基本で物忘れることないんだよな。大体チェックしてみるし、忘れたことないんだけどさ。小学校、ランドセル忘れて家に帰ってきたってなかなかだね。
あ、意外とみんな忘れたことあるんだね。お、アタッチのスキンケア知りたいです。あとで洗濯の方に行くときに、そこに全部あるから教えるね。携帯東京で1日170台届けられる。170台も落とす人がいるっていうことだよね。すごいね。今日の J2 プレーオフ激アツでしたね。激アツだったよ。おお、今からお風呂入る人多いね。そうだよね。明日休みの人が多いのかな、みんな。財布今日なくしました。郵便局に明日電話します。一緒。でも多分もしかしたら繋がんないかもしれないから、直接行くのがいいかも。斬新、乗っていった車忘れる。いいね、美容院行くの。私もそろそろ前髪行かなきゃいけないんだよな。話題変えたいな。変えてもいいよ。何が話したい？とりあえず洗濯が終わるまで雑談するしかないんです。あれ、あさって誕生日なの。おめでとう。名古屋の新幹線ホームでスーツケースから出したポシェット忘れました。偶然、エアタグ。やっぱいいんだね、あれね。無事に届けられてたんだ。よかったね。夕飯、今日ご飯何も食べてないの。お腹空いてきたな。どうしようかな。そう、何も食べてないの。お腹すいた。みんな何話したい？アニメ好きだよ。ね、昨日の水道局のイベント楽しかった？よかったよ。なんか、ね、難しいお話がいっぱいあるから大丈夫かなと思ったけど。よく聞く曲。アニソン、サザン、ビーズ、浜崎あゆみ。定期は辛い。しょうがないね。ああ、写真集の続編の話？写真集ね。作りたいよね、また。私はやりたいと思ってる。うん。なんだろう。ね、撮りたいって言ってくれる方が、媒体があれば全然やりたいんですけどね。うん、なんか。
彼女へのクリスマスプレゼントのおすすめ。うわー、彼女がどういうタイプかによるな。これ本当に、こればっかりは人によるからね。本当に何がいいんだろうね。マフラーとかダメ？寒いじゃん、冬。え、みかん、ダメ？みかん。何よ、逆にみんなのみかんの食べ方教えてよ。そんなに変だった？びっくりだわ。アニダチ第二期の話、この前、スコ姉さんとツイッターで話しました。スポンサーがいないって言ってました。そうなの、スポンサーがいないからね、アニダチ全然できないんですって。やりたいとは言ってくださってるんですけど。やりたいよ。変なボタン押しちゃった。ああ、もうなんか変な感じになっちゃった。よくわかったね、洗濯終わったって。ピーピー聞こえた？ダッチーだったらクリスマスプレゼント何が欲しいですか？なんだろう。なんだろう。いや、でも今年はもうね、ちょっといろいろがいろいろ被ってるから、もうクリスマスプレゼントの交換やめないみたいな話はしてる。から、全く何も考えてなかった。何が欲しいんだろう。なんかさ、今、いつもお世話になってるマネージャーさんとかそのメイクさんとかチームから、誕生日プレゼント何がいいって言われて、まだ全然決まらず、2ヶ月ぐらい経っちゃった。だからね、今ね、なんかね、すっごい欲しいものっていうのがあんまないんだよね。画面が変？嘘？見える？このみかん甘い。うん、美味しい。そう、去年リモアのスーツケースだった。そう、でも全然今年なんか欲しいのないんだよな。モコモコした白いファーのマフラーっぽいのをし、難しいね。なんだろう、どんな感じのやつだろう。目がかゆい。あー、香水ね。でも香水もさ、匂いというか香りってさ、好き嫌いあるから、完全にこの香りが好きっていうのが分かってるんだったら香水とかあげるのありだよね。あ、これ松エクしてます、私。自然な、そっか。よし、洗濯しませんか。しませんかじゃないわ、しましょうか。行きましょう。はい、ついてきてくださーい。よっ。いいよ。ケンタッキー食べたい。いいね。これなんか、あ、そっか、そういうことか。ちょっとだけ待って。
電源切るところだった。まずいまずいまずい。よいしょ。ああ、ようやく安定した。こういうことか。なるほどね。この洗濯配信って家バレしたことあんの？私、家バレしたことないと思ってんだけど。絶対家バレしないよ。クリスマスにケンタッキー。クリスマスには何がいいんだろうね。やっぱでもチキンのイメージあるよね。そう、最近さ、まるでこたつみたいな靴下買ってみたよ。あったかい。これいいね。特定シーンでよろしいよ、私の家を。ほんと嫌になるわ。メンズもあるんだ。こたつ靴下？ダメだった久々すぎて久々すぎてやり方忘れてるわ。洗濯配信ティムだよ、ティム。なんだっけ、ミニオン。ツリーはさ、場所取るじゃん。邪魔じゃない？現実的だけど。だったら見に行くかな、ツリー。髪の毛乾きにくいよね。わかる。ここででっかいチキンいいね。チキンな。よし、この前街ですれ違った。私、本当に私だった？変なことしてなかったかな。
確かにクリスマスツリーの点灯式って楽しいよね。大人になってからクリスマスはケーキよりも酒。いいね、実用的で。かゆい、本当にかゆい。ハンガーはね、統一したいけど、ハンガーは物によって変えたい派だから、ある意味統一されてる。だって統一したら T シャツもパンツも、パンツっていうかまあなんかなんていうの、下も、何？タオルもさ、一緒でしょ？一緒は無理じゃん。バスタオルとさ、T シャツなんて。だから用途に分けて変えてるよ。ねえ、ハンガーね、そのやつの種類で分けるよね。なんかキャミソール的なものはこれで、ここにこうやって引っ掛けられるやつがいいとか、逆に T シャツは跡がつかないように丸くなってるのがいいとか、いろんな種類必要だよね。よいしょ。そう、浴室乾燥乾きにくいか、この時期。そんなこともできるね。そっか。あ、濡れたでも最悪。よいしょ。よし。さて、ここに設置したらあれだから、いいよ、ちょっとネットでも見といて。ネット配信、ある意味ネット配信だね。
はい。いろんな種類のネットでも見といて。そう、ネットをネットに入れてるだけ。私が使ってる柔軟剤とか気になるの？あや！よいしょー。何？ネットで大喜利？大喜利してんの？柔軟剤、あれだよ、あれ。なんだっけ、これ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 、レノア、オードリュクス、マインドフルネスシリーズのリラックス、大容量。これに同じやつのビーズ入れてる。あれ、嘘、リマッチ来てんの？あと、たまに気分変えてソフランも使ってる。あ、ご飯食べてんの、リマッチ。何食べてんの？ごめん、何話してた？よし、終わった。すごい。ホテルで一人？テンジャンチゲとお肉最高じゃん。めっちゃ美味しそう。お腹空いてきた。やば、めっちゃお腹空いてきた。いいね。はい。
ウーバーイーツしようかな。そう、まだご飯食べてないんだよね、珍しく。だって今から着くのめんどくさいじゃん。かゆい。よし、ついでに。でももう私最近ね、デコルテしか使ってないよ。まずリポソームでしょ、 YouTuber みたいなやつ。リポソーム美容液、まずこれじゃん。まずこれ塗るじゃん、お風呂上がりね。でその後AQ。 うん、邪魔だね。 AQ の先行乳液、リポソーム美容液塗って、この AQ 塗って、見て、しかも名前付きなの、かいでしょ。でデコルテ AQ の化粧水で、アイクリームはデコルテ AQ もしくはリポソーム、どっちかね。でクリーム、夜は AQ、 昼はリポソーム、昼というか朝起きた後、もうこんなもんかな。あ、化粧水の間にたまに MTの美容液、もしくは、もしくは歯科 VT のビタミン C の美容液。あとたまーにこれもやるね、 VT のリードルショット。カモン、かゆ。そう、ここは共有で使ってるところだから、そうだね。旦那さんも同じやつ使ってるよね。コスメデコルテさ、いいけど高いでしょ。だからリポソームの美容液か、AQ の乳液か、どっちかだけ使ってみて、今のライン、自分が持ってる安いやつでも何でもいいから。それだけでもだいぶ変わると思う。VT いいよね。だから肌の調子が本当に悪い時は、VT のこの鹿のクリームも使う。ニベア私合わないんだよね、合わないんだよねっていう言い方変なんだけど、ニキビできちゃうんだよね。いけた？間に合った？コスデコ最高だよ、私の中では。やっぱり全然あのなんか内側の発光度合いが違うの。リードルショットはね、今は100使ってるけど、今次300買った。まつげ美容液はコスノリ、これがやっぱ塗りやすい。
ルショットね、100でも痛い。やっぱちょっとチクチクする。日焼け。どうした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 、なんか吠えてる。何うるさいね。ワンじゃないでしょ。ねえ。ワンじゃないって。あーボディクリームね、ボディクリームはこれだよ私。牛乳石鹸赤缶のボディクリーム、これ一番いい。お風呂上がり、二重顎やばい。この牛乳石鹸ハンズとかに売ってるよ、ハンズ。ドライヤーまだ使ってるよ。なんかね、こっちのドライヤーじゃない方、もう一個のドライヤーの方がね、壊れちゃったの。だから今1台だけ。キヌジョってところ。私ヘアオイルはね塗らないの。寝てる時に顔についてニキビができちゃうから。よし、じゃあ戻るか。あ、二重顎見えてる、まずい。よいしょ。
よいしょ。暑いね。シミ取りしたことあるよ。今年もしたかったんだけど、さすがにシミ取りできる期間はなさそう。あと、休みと、その、なんていうの、染み取りの予約との、が、ね、全然、合わない。あれ、リマッチ帰っちゃった？ああ、もう、一人で消えたね。どっか行っちゃったね。はぁ。そうそうそう。染み取りのね、テープね。コロナ中でないと思ってた動作があって、そのまま出るしかなかった。お腹いっぱいって言ってた？リマッチ？うん。唇の乾燥ね。ニクス。これ次、カフェラテ。パックは終わった。次、カフェラテ飲んでる。どうしよう、なんか食べる？お腹すいた。あれ。見覚えある人が入ってきたわ。爪可愛いでしょ？今日ちょっとね、今回ね、いろんな理由で、ナチュラルにしてます。あさってのお仕事があるので。なんか食べる？この時間から何食べよっか。ちょっとウーバーでなんか見ていい？なんかいいのあるかな？ねえ、やっぱ、ウーバーだよね。ウーバーだよね、とか言って。何？手作り餃子やってんの？いいなぁ、美味しそう。作ってー。湯豆腐大好き。でも、あ、湯豆腐だったらできんな。昨日湯豆腐してたから。秘密のお仕事。ウーバー高いよね。あ、なんか怒ってる。なんで？何よ。なんか文句でもあるんですか？ん？豚ともやしと豆腐ぶち込んでチンして食べた。最高じゃん。それ美味しそうやな。めっちゃ美味しそう。ポキも美味しいよね。湯豆腐しちゃう？あ、チンゲンも残ってるな。チンゲン菜半分だけ。あれ、でも早く食べないと腐っちゃう。お茶漬けもいい。お茶漬けもいい。最高。マックもいいね。そう、この時間でも全然あります。あ、でもなんか、みんな湯豆腐がすごい良さそうな感じが。湯豆腐いいね。あ、ミステロスなよってことかな、わら。あ、そういうことなのかな。かゆい。
湯豆腐みんなすごい。あ、湯豆腐にキムチ。あ、湯豆腐とキムチあるな。あ、それがありか。もやしとえのきね、最高。わ、高菜チャーハンもいいな、食べたいな。いいね。ウインナー丼、なんか一つだけすごいヘビーなものが入ってきたけど。チンゲン菜と豆腐を白だしで炒める。炒める？黒ニンニクはあなたが食べなさいよ。ねえ、食べたの？今日。あれすっごいんだよ、黒ニンニク。そのなんていうの？香りが。健康にはいいんだろうけど。香りがすごいのよ。天丼もいいなぁ。豆腐、納豆、キムチで混ぜてごま油かけて韓国海苔かけたら美味しい。いや、美味しそう。最高。チンゲン美味しいよね。ツナとマヨ混ぜてツナマヨご飯。いいね。シンプルに美味しいね。おでんもいいな。おでんの季節になってきたよね。湯豆腐にしよっかな。湯豆腐食べたいかも。おやすみなさい。タゴさんっていうのかな。そう、明日もね、そんなにね、ちょっとそれなりに早く起きなきゃいけない。土手に。はい。何ですか？うん。あー、でも湯豆腐な、今。ハンドクリーム塗ったばっかりなんだよな。みんなさ、ご飯の話になるとすごいね。お鍋の季節だよ、今。おでん食べに行ってきたの？どうなんだろう。でも湯豆腐ぐらいだったらいいよね。湯豆腐に、ポン酢に、一味つけて食べる。あと漬物があるからそれと、お腹空いたよね。そうだよな。でもちょっとこっち側映せないからな。キッチン側映せないんですよ。と、皆様には映せない。キッチン。外5度なの？寒くない？そんな寒い？オッケー、わかったよ。湯豆腐にするよ。だよ、コンロ。コンロを出してきて。キッチン配信はしません。卓上コンロでなんとかします。沖縄20度あんの？すごいね。あったかいね。うらやましい。
いいなぁ。なんかこの間までずーっと暑くてさ、早く冬なんないかなって、涼しくなんないかなって思ってたけど、今は夏が恋しい。でもあそこまで暑くなってほしくはない。ごめんね、みんな。ちょっとキッチンは見せられないからさ、そこで我慢してて。絶妙なチンゲン菜。ことは漬物も必要。全然太りますよ、この時間からこんな食べて。ダメ。ねえ、何？ねえ、てるんですか。はいはいはい。
楽しみ。あー、これ最高。フルコースじゃん。もうパックのまま食べるよ。ほっ、あぶない、めろる。あー、ダメダメダメ。ライブ配信終わるところだった。まずいまずいまずい。よいしょ、よし、いただきますですよ。確かにちょっとない。えのきあればもっと最高だったんだけどな。いただきます。アダッチの3分クッキング、そう、湯豆腐。うん、最高。お出汁はもうね、めんどくさいから袋のお出汁入れてます。おいしいね。あ、赤いパジャマはジェラピケです。去年のバレンタイン、一昨年かな、去年かな、バレンタインのやつだったはず。すごいことになってる。毎晩湯豆腐、まあ毎晩湯豆腐でもいいけどね。うん、私もね、私も豆腐は絶対的に木の花の、いや、なんて映るから、そう、絶対木の葉なの。木綿じゃダメなんだよね。湯豆腐もだし、麻婆豆腐も、あと、あれ、味噌汁。全部絹がいい。崩れやすいって言うけど、そんな崩れやすいかな。んーの、やめて。わかった？うん、なんかさ、つるんってしてた方が好きなんだよね。冷えっこも絶対に絹じゃないとやだ。そんなことない。
あ、そっか、豆腐って苦手な人もいるんだね。すき焼きだけ木綿。あー、なんかわかる気がする。すき焼きは焼いてあるやつの方が美味しいよね。鍋は木綿で味噌汁は絹。冷やか、おぼろ、あ、おぼろ豆腐ね。そうなの？木綿の方が栄養価高いの？知らなかった。でももう触り心地がね、絹の方がいい。舌触りが。大根ね。でも私玉ねぎのね、味噌汁が好きなの。豆腐は喉越し。ビールじゃないんだから。面白。うん。わ、なめこもいいね。美味しい。うん。豆腐と油、うん。なんか、味噌汁マスター的には、豆腐と油揚げと、小松菜が入ってないと味噌汁は意味がないって言ってましたよ。うん。水菜も好き。わかる。豚汁もいいよね。見て、湯豆腐すくうのに最強にいいから松。めちゃくちゃいい。うんうん。小松菜加えてみて。あ、耳がキーンってしてる。なんでだ。え、味噌って自家製でどうやって作るの？百均大好きだよ、私。まださ、試してないんだけどさ、100均でこれ買ってみたの。これダイソーで。使ったことある人いる？保温されるらしいんだけど、ちょっとやってみたいんだよね。まだ試してないけど。あとね、この間初めてね、うわー、見せたいのになんか見せれないな、うまく。ごめんね。見て、春菊の漬物浅漬けっていうのを見つけたの。めっちゃ美味しい。私セリアも好きよ。なんだっけな、メルカリ用の包装はなんかセリアの方が好きだな、私の中では。
へえ、春菊実家で使っ、まあ嫌いだよね、苦味がね。そういう人もいる。私はその苦味が好き。300円だったと思う。多分。うん。春菊の浅漬けって初めて聞くでしょ？私も。でも美味しかった。わかる？すき焼きは春菊食べるようなものだよね。海老名のサービスエリアで見つけた。入れすぎた。あ、熱い。乗っかった。チンゲンが襲ってきた。熱い。配信見て湯豆腐食べたいって言ったら彼が作ってくれました。最高じゃん。絶対逃しちゃダメだよ。感謝してね。当たり前じゃないからね。いい彼氏だね。幸せにね。彼氏のためにも何かしてあげてね。お互いね。春菊の天ぷらいいね。美味しそう。加藤さんみたいな。やめてよ。小芝さん、ふうかちゃん、小芝ふうかちゃん、めっちゃ可愛い。本当に可愛い。あのドラマで共演した時も思ったんだけどさ、あ、もうみんなが言ってたみたいに透明感があって、本当にね、現場でずっと楽しそうにしてて、一番大変なはずなのに、ずっとニコニコしていろんな人とお話しして、でなんかずっと動いてて、本当にすごいと思う、あの人は。大好き。可愛い。うん、本当に素敵な人。でも可愛さってさ、本当にさ、顔だけじゃなくてさ、性格とかさ、なんて言うんだろう、内面からにじみ出るものも絶対あって、いや見た目も可愛いんだけど、もちろん。それ以上に中身が可愛すぎても最高。あのままだよ、本当にあのまま。ずーっとケラケラ笑ってる。本当にすごい。うん、あるある、本当にある。
若返りたい。若返らなくていいんじゃない？その年代に、その年代の良さっていうものが絶対あるから。その年齢の良さを探せばいいと思う。だから、若返る必要はないと思う、本当に。お風呂行ってらっしゃーい。キムグッズは基本的にユニバでしか買ってないな、私。飲み会の帰り？素敵な飲み会でしたか？そういうポジティブに過ごさない。明日は休みじゃないです。明日は玉川高島屋でトークショーをやります。無限に湧いてないよ。まだ半分ぐらいしか食べてないよ。そんな大食いみたいな言い方しないで。そんなに早起きではない。熱っ。今日はお酒は飲みません。明日仕事なので。やります。じゃあ、めんどくさいじゃん。洗い物。増やしたくないよ。っていう名前にしたの？子供？漢字も一緒？わ、おめでとう。え、おめでとう。すごーい。大丈夫かな？いいの？え、すごーい。ありがとう。なんか嬉しくなっちゃった。嬉しい。すごい。リカちゃん。いいね。いい子に育つかな。育ってほしいな。よかった。ごめんなさい。ねえ、すごいよね。嬉しいよね。ありがたいなぁ。いい子になるように願っております。
かゆ。明日3時半起きなの？早く寝なさいよ、大丈夫？あら、意外とリカちゃんもいた。確かにな、リカちゃんなんて名前つけてくれたから美味しいよ、ご飯が。ご飯が進むよ、そのお話で。嬉しいね。睡眠時間60分以内。まずい。はよ寝なさい、あなたたち。おめでとう。ああ、暑い。明日キャンプ行くのいいな。何するの？ご飯。この後は何も起きないよ。歯磨きして、終わりだよ。うん、大丈夫大丈夫。寝なさい。君は寝なさい。うちはおととい息子が生まれました。うわ、おめでとう。みんないいね。明日すき焼き食べに行きます。いいね。すき焼きも美味しいよね。なあ。くしゃみが。明日はジム。すごい。なんだ？意識高いね。この間さ、撮影でとある場所に行ってて、で、コンビニ行ったのね。私はたまたま、ファンの人に会って、終わって、その、スタジオに帰るときに、足立梨花さんですかって言ってくれた人がいて、リリカルの写真集も行きました。めちゃくちゃ可愛くてさ、近づいてお話ししたいっていう気持ちと、でもあまりにも近づきすぎたらダメだっていうので、ちょっとぴょんぴょん跳ねながら前後にこう行ったり来たりしてて、すっごい可愛かった。嬉しい、そうやって言ってもらえるの。娘が来月二人目出産？いいね。
そんなにカワソに似てる？私。そんなにかな。暑い。本当暑い。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ホリプロの株持って、そしたら株主総会とか来てたってこと？一昨日孫が生まれました。4人目です。いいね。おめでとうございます。いいな、孫とか、まだ全然想像の想像、なんていうの、先の先だな。べったら漬けも美味しい。12時になったら終わろうね。みんなも寝ないとだから、私も寝ないとだし。だって今何時間やってるよ。1時間半もやってたの私。そんなにみんな旦那様のことが気になるの。旦那様はもうね、そろそろ名古屋で寝てるんじゃないんですかね。ホテルで寝てると思います。降りる？お腹減ってきた？ね、12時になるの早いよね。確かに。なんかさ、配信久々だったじゃん。楽しいね、やっぱりね。定期的にやるね、また。みんなとのこのさ。アサヒポン酢スーパーに売ってるよ。前回9月か。あー、名古屋のホテルでね、やってたかも。あ、やったやった。確かにやった。ちょっと頭が出てきちゃってるよ、君。ほんと？別に。別に洗濯配信全然できるけど。匂い。じゃあ、2ヶ月以上空いちゃったか。だいぶ空いちゃったね。一緒に？洗濯配信？斬新だね、それは。そんなの見たいの、みんな。する？嘘。するかな？別にしないよ。する？ねえ、ほんとみんなよく覚えてる。ありがたいよね。うん。
でもさ、みんなの休みがわかんないからさ、なんていうの、どのタイミングで、何曜日の何時ぐらいに、配信やるのが正解か、いまいちわかんないんだよね。あら、初参戦だったの、ありがとう。ご飯これで最後だよ。もうみんな私の白米を気にしちゃって。ん？なんなの？みんな、私の白米が気になるの。うん、食べたよ、全部。あ、犬の肉球ポップコーンの匂いするわかるわ。すごいわかる。どうですかの日ね、結構ギリギリに行ったりとかするとさ、もうなんかライブ配信してる暇もないみたいな、12時ぐらいにホテルに着くみたいな時もあるからさ、そうなっちゃうとちょっとなかなか配信できないんだよね。完食。確かになんかやっぱ今出たよね。私もニュースなんか来たなと思って。何？どこで？千葉県、伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県、愛知県、三県南部に津波注意報だって。みんな気をつけて、ほんと。その周辺の人いない？大丈夫？ちょっと待って。今情報見るから。どこ行った？ん？どれ？ねえ、みんなちょっと気をつけてね。その周辺に住んでる人、とりあえず、このインスタライブ切って。大丈夫かな？情報が出てないな。どれだ？震源地フィリピンなの？津波。防災無線鳴った？やっぱそうだよね。いつだろう。2分前に出てるね。千葉県、内房、伊豆諸島、小笠原諸島、静岡県、愛知県、三重県南部、和歌山県、徳島県、高知県、宮崎県、鹿児島県東部、宮古島、八重山っていうのかな。結構なってるよ。いいのよ、当たり前なのよ。津波が出てんだから、人の命の方がね、大事なんだから、切ってくださいよ。太平洋側の人たちを気をつけた方がいいってことだね。太平洋。よし。津波注意報も出てるみたいだし、ちょっと、12時にもなったし。やめますか。ね。
ほんと海の近くの人気をつけて。ね。出てないよね、いろいろ情報がね。ちょっとみんな情報見てみて。終わっちゃうね。結構重要だから。ね、臨時入出とかしてるっしょ。うんうん。ちょっと、危なさそうな人は避難してください。皆さんありがとうございました。そして、大丈夫な地域の方はおやすみなさい。ちょっと津波情報も私も気にしつつ、皆様の安全も気にしつつ、寝る準備したいと思います。ありがとうございました。明日コスメデコルテのトークショーやるので、多摩川、高島屋、一回、パッティオス、みたいな名前のところ。やばい、覚えてない。13時からやるので、もし来れる方は来てください。ありがとうございました。おやすみ。またねー。じゃあねー。気をつけてね、みんな。